どうも、こぼれです。今回は、現最強武器5選ということで、やっていきたいと思います。この武器に関しては、すべて最高難易度のアポカリプスでも使える武器としての紹介となります。一つ目の武器、パーティクルアクセラレーターについては、ロムのダンジョンでクラビゲールのフロアを回転する前に雑魚を処理しながら倒すと入手ができます。このパーティクルアクセラレーターの固有モッドであるグラビティコアは防具のラビリンスやガレニクチャームでモッドダメージの合計が 80% 出せるためダメージが8000以上叩き出すことができる武器となります。リングにはハンターズバンドギフトオブザイスカルを入れればモッドを回復しながらグラビティコアを連発して撃つことができます。こちらのモッドハンターズマークを入れた理由としては敵の位置を把握しつつクリティカルチャンスを得られるということで、こちらをさらに入れればグラビティコアのダメージが増加すると思います。対応できる難易度はノーマルからアポカリプスまで対応が可能となっています。対応できるボスとしてはクラビゲル、エント、リプハイド、スコージなどとなっています。パーティクルアクセラレーターはアップデート後もこのグラビティコアが強いと思います。二つ目の武器、スナイパーライフルはストーリーのルートマザーを助けることで教会の地下で入手することができます。序盤から入手できるこのスナイパーライフルは固有モッドがないです。モッドのホットショットをつけると化けます。装備としてはデアデビルチャームの構成で、ハンターズバンド、ギフトオブザイスカルの構成で、ボスの弱点に入れば4000オーバーのダメージを叩き出すことができると思います。通常の装備ですとボイドやレディエントアーマーではこの火力を叩き出すことはできないです。デアデビルチャームだからこそできると思います。デアデビルチャームに合う武器としてスナイパーライフルを挙げさせていただきました。モドの構成についてはホットショットもしくはコロシブオーラ、ソングオブソードもしくはハンターズマークとなります。対応できる難易度としてはどの難易度でも対応ができます。対応できるボスはどのボスでもできます。スナイパーライフルは序盤のストーリーから入手することができるので、かなりの強武器だと思います。サイドアームとしては、サブマシンガンなどをつければ、雑魚処理が可能だと思います。三つ目の武器としては、シカゴタイプライターとなります。地球のダンジョンでリジーと二人を守ることができれば、鍵を入手することができます。序盤から入手することもでき、終盤まで使うことができます。アップデート後もさらに使いやすくなりました。装備としては、ボイドアーマーの防具の構成や、ガンスリングチャームを使うことにより、さらにリロードを早めることができます。継続火力が大きいので、リングにはハンターズバンド、ギフトオブザイスカル、もしくは明かりウォーバンドの構成で、うまくリングの効果が発動できれば、効果が期待できると思います。モドの構成は、ホットショットもしくはコロッシュボーラ、ソングオブソードもしくはハンターズマークとなります。対応できる難易度は、ノーマルからアポカリプスまで対応ができると思います。対応できるボスは、どのボスでも対応できます。シカゴタイプライターは、序盤から入手することもでき、どのボスでも対応できます。サイドアームに関しては、サブマシンガンもしくはハンティングピストルをつければ楽かと思います。四つ目の武器としてはリコチェットライフルとなります。野営者のダンジョンで現れるブリンクシーフを消える前に12秒以内に倒します。チャンスとしては3回、HP は引き継ぎがあります。中盤から入手することもでき、終盤まで使うことができます。狭いマップでは特に威力を発揮します。装備としてはバンディットの構成でガンスリンガーチャーム、リングにはグリムコイル、ハンターズバンドもしくはギフトオブザイスカルとなります。長弾がかなり使えるため狭いマップではかなりのダメージが期待ができます。単発式の銃であるため
リングのグリムコイルとの相性がかなりいいと思います。モードの構成としては、ホットショットもしくはスウォーム、ソングオブソードもしくはコロシブオーラとなります。対応できる難易度はどの難易度でも対応できます。対応できるボスはリプハイド、ゴアフィスト、エント、ラベシャーなどとなります。リコチェットライフルはバンディットやスレイヤーに威力を発揮する単発式の銃となります。モッドはホットショットとなりますが、イブるものには効かないため、コロシブオーラなら防御力低下が狙えます。臨機応変に対応できる武器として、特に狭いマップではかなりの威力を発揮します。サイドアームに関してはサブマシンガンなどが一番いいかと思います。このようにかなりのダメージが期待できます。リプハイドは、まあ、リコチェットライフルがいいと思います。5つ目の武器としてはクロスボウとなります。入手方法についてはイスカルクイーンにガーディアンハートを渡すことで入手可能となります。終盤まで入手することができ、このロングガンの特徴でクリティカルヒットが 20% もあるためダメージが期待ができます。装備の構成としてはバンディットもしくはスレイヤーの構成でガンスリンガーチャーム、リングにはグリムコイル、ハンターズバンドもしくはギフトオブザイスカルとなります。モードの構成としてはホットショットもしくはスウォーム、ソングオブソードもしくはコロシブオーラとなります。このクロスボウに関しては単発式の銃としてグリムコイルやバンディット、スレイヤーの相性がいいと思います。なおですね、デアデビルチャームの組み合わせがさらにいいと思います。こちらもかなりのダメージが期待ができるかと思います。対応できるボスに関しては、どのボスでも対応ができると思います。クロスボウに関しては、コーサスの NPC であるイスカルクイーンからガーディアンハートを渡すことで、このクロスボウを入手することができます。こちらのクロスボウに関しては、まあいいところはクリティカルチャンスがでかいということと、新しい DLC で来たスパンプオブコーサスのグリームコイルとの相性も抜群にいいと思います。サイドアームに関しては、サブマシンガンもしくはハンティングピストルを使った方がいいです。モブを大量に処理するときは、サブマシンガンで対応。まあ一匹のモブに関しては、ハンティングピストルで対応ができるかと思います。今回は現最強武器5選ということで武器解説でした。こちらの武器に関してはすべて最高難易度のアポカリプスで検証した上での紹介となります。こちらの武器に関してはマジで強いと思います。アップデートを入ったのにも強いと思います。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。